新州大谷派や大別院大新寺は、大阪府八尾市本町にある新州大谷派の寺院である、道派の別院。新州本病を本山と仰ぐ、八尾御坊とも呼ばれる。石山合戦の講和に橋を発する、本願寺の内部対立と、並行して、河内国部川郡、旧法寺村においても講和派の謙承寺と高専派の寺願寺寺による内部対立が発生した。 やがて本願寺が東西に分裂すると、賢章寺は西本願寺、ジネガイ寺は東本願寺に属し、関係はさらに悪化した。ジネガイ寺と森本幾地から17人の民衆裏は、賢章寺と安井氏による旧法寺村の支配にことを唱え、徳川家康に仲裁を願い出たが認められず、慶長11年11月、旧法寺村を出ることとなった。 神ンネ寺の移転先は家康から東本願寺第十二代住職の協尿に寄進された和歌江郡八尾で旧山戸川を挟んで旧宝寺村の東にあたる場所である。慶長十二年三月協尿によって八尾に大神寺が建立され移転集落は和歌江郡寺内村と称するようになり以降大神寺を中心とする八尾寺内町へ発展してゆく。 万治三年に大神寺が現在地へ移転すると、ジネガイ寺もその南隣に移転した。最盛期には、大神寺の境内地の規模は約440メートル四方にも及び、大神寺直轄の門徒は300個あったとされる。明治五年、東本願寺の別格別院となり、別院大神寺と称するようになった。昭和四十二年、 京都大学建築研究協会の棚橋良、博士設計による現在の本堂、三門、素人との骨堂が落成する、鉄筋コンクリート構造のモダン建築である、旧本堂は明和4年の建立であった。天明の大化で東本願寺が被災した際、大神寺本堂が東本願寺に移築されて仮見影堂となったが、東本願寺の復興に伴い、 完成11年に、八尾に再築されている。その後昭和28年3月2日に、旧本堂が白藍の被害によって倒壊。この旧本堂の部材は、東京都港区の全福寺に運ばれ、昭和36年より、同時の本堂として使用されている。なお、新州大屋博和名別院本当時の山門と、首郎も八尾別院から移されたものである。 河内県庁後の日明治2年1月に河内県が設置された時に大神寺内の対面所に仮役所が設置され、最初厚氏が河内県長官として赴任した。同年8月に堺県の設置に伴い河内県は廃止となり河内県庁も廃止されたが、後に堺県出張所、八尾群役所としても利用された。現在は境内北側。 大神寺バイリンの一角に石碑が残るのみである。大阪府指定史跡となっている。大阪府八尾市本町4-2-48。ありがとうございます。